何回も見て、このバッチの背後が普通殴っていう感覚のところを結構強く返されるイメージがあって、はい、それをちょっと可能な限り、はい、なんか伝えていきたい、はい、あのですね、あの空手チョップみたいな 逆水平、あの今でいう塩崎豪の塩崎豪のチョップみたいな、すいませんマニアックで、あの基本的にやっぱりラケットフェイスをオープンにこうやって構えて、この上半身をこういうふうにひねってる動きを戻していくような感じにすると、そこでちょっと止めた時にパーンってここ収まるの分かりますか、こうやって、はい、こういう動き、こういうあの体の動きを、これってスライスでも全然使えて、使ってない方って結構多くて、で結局ボールが上がっても全然ひねれてないで、まあラケット面だけはオープンにしてるけど、例えばこういう状況でクロスに力を出そうとしても十分にひねりじゃなくて、さっきのひねり戻しなんていうのはまるで使えないから、力を出そうと思っても振っちゃって打点はあのこういう勢いは出せない、でプラスして打球方向に力を出すような感じの動きっていうのはもうまずできない。だから基本的にオープンにしておいて、ひねっておいて動いてって、まあ、あのよく僕は足から力を出すって言いますけど、例えば足が入らない時でもこういうふうに上半身のひねり戻しだけで力を出すことができる。このここをうまく使いたいんですけど、ここどの辺で止めていいかっていうところのポイントっていうのが、こうひねり戻してこう戻ってきた時、これをひねったと同時に手も引いちゃうから、オープンにしてるけどグッて手も引いちゃって、でスイングの幅がありすぎちゃう感じで、こう勢いが出すぎてヒットミスって大振りな感じ、これをこうやってローテーションしてる時に手は手引いてない感じなんですよ。正面から見て、あじゃあこっちからこうやってやって、こういう風に引いてる感じ、これで今例えば左手でグッて引いちゃえば手で引いてるような感じですけど、まあでもこうやって 最初からこの一番もう引けない状態までに引いておけば、こういうふうに戻してきた時にどこにラケットが戻ってくるかっていう感覚だけが分かれば伝えることができます。でこれを小さい動きでもいいですから、コンパン、必ずラケット面をオープンにして、パン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 、ここの当たるインパクトのところはどうやってラケットが自然に起きてくるかっていうと、こうひねり戻しで当たる角度をこういうふうに当てるのか、こういうふうに当てるのか、こういうふうに当てるのかっていうところの最終的なインパクトの形はコントロールします。僕はどうしても振って振って力を出そうとするんで、止めるっていうことはちょっとなかったと思うんですよね。振ってって言ってもその手だけですよね、ビュンって、はい、ビュン、これは逆にちょっとこうやって止めるような感じの感覚で、こう左手を後ろに開いていくような感じになったら止められる。バン、バン、バン。で別に緩く抜いていけば角度はつけれる。結構試合でバック側にこう録画来た時に、あんまりこう高いところで取ろうっていう感じはないんですか？動きによっては全然取れるんですけど、そうですね、で一番自分の力入るところまで一応動いたりしますね、うん、丁寧に決めたい大事な感じの時には。なんかこうイメージとして割と早く下がってちょっと落ちてくるところまでこう引っ付けて、あそうですよね、僕ら早く触りたいからこううわーってなって、そこの見極めっていうのは自分の力が入る打点を知ってることですね。なので、あ打てる範囲のところがいっぱいあれば別に止まってもバーンって早く振っても
ボールとの距離感で、ちゃんと取れてれば、距離感が取れてれば、分かってればどうやって出していけばいいかっていう話なので、ボールを見極めるのが遅い方、プラスして準備も遅れてる方っていうのが結構多くて、不十分な体勢で結局手だけで調整するっていうのは結構多いんじゃないですか。僕がだから遅くなったにしても何にしても、多分テイクバックはできてて、あ、ここで取らなきゃいけないかな、ここで取らなきゃいけないかなっていう風に調整してるんで、そこができてない感じでただ振って当てようみたいな感じとか、こう簡単なスマッシュを大振りしてしまう感じとかっていうのは、もうボールに対してどうやってラケットが動いてきて、どうやって合わせていっていいかっていう速度をコントロールしてやれてないと難しいわけじゃないですか。でそこのところを結構アバウトにやってしまうと難しい。ちょっとじゃあログをトリするイメージで、はいはい、わかりました。これですよね。クロスも打てます。あんまりさっき説明したひねりはあんまり使ってないですね。いやでもこうある程度こう横向きを使ってこういうふうに返す動きっていうか、これをちょっと上の方でこのローテーションを使ってる感じっていうのは多少あります。ラケットをオープンから起こしていく動き、起こしていく動き、この時にそうですね、支点となる手首のところを、まずは大きい視点で肩からの腕全体の大きい視点、それに対して戻ってくる感じ、ここで起こしてくる感じの時にあんまり体が開かないことです。少し壁がここにあるイメージで、こういうイメージ早く打球を見たいっていう感じだと思って、いったらバランス的にあんまり良くないですね。今コースを打ち上げてもらいましたけど、はい、変えてる部分っていうのは、もう当たる、まあさっきのこういう風に入るのとこういう風に入るみたいな体の入れ方を少し変えてます。はい、そこだけって感じ。そうですね。でまあ多少こうやってクロスに打つような感じの構えでも打点を遅らせてコントロールすることは可能です。なんかあそこをどうしてもこうちょっと繋いじゃうというか、弱くなっちゃう方が多いですけど、ちょっとチャレンジしていただきたい。そうですね。ちょっとこうその簡単なところで普通に弾ませてパーンってこうやってこういうふうに押さえていくような感じの動き、ちょっと一球ボールいいですか。こうやって自分で弾ませる感じでもいいんですけど、これをでこういうふうに起こしてくる動き、弾ませてるのをこういうふうにバーンって起こしていく動き、この感覚、最初ここで力が入るなっていうのを覚えた上で動きながらっていうふうにしていくと、オープンの感じっていうのが結構新鮮。ああ。こうやってなんか、ね、ちょっとオープンに作るのが難しいのがちょっと怖いというか、なんか早くこう上に持ってきたいからって言っちゃったんですけど、でもそうすると起こしていく力使えなくないですか。そうなんですよ。だからどうしても弱くなっちゃう。だから本能的にそういうふうに合わせにいこうと思ってしまう原因っていうのは、ミスしたくないから振り幅を小さくしようっていう感じなんですかね。まあ、確実に返そうかなって。それだと次でやられちゃう。まあそうですね。ある程度そういうふうにやってきた段階で次のステップへ行く上で
攻撃的な形で取るような感じのところをやっぱり練習しないと。その中ではあの辺のボールはもう全然打っていく範囲内。僕はそれでその後こうその後のポジションもいいポジションを取っていくっていう意識で動いてます。なので基本的に足の位置を調整して動いていって次の動きにつながるような感じの動きでいきたいわけです。まあ例えば僕がまあ相手のショットが良くてでバランス的に不十分だとしたらあえてあんまり早く打たないで時間を作って次のポジションで取りに行くっていう風なパターンも自分の中ではあります。本当にいいロフトがある。そうですね。だからそうなった時にちょっと触ってこうやって角度つけて落として相手を走らせてで時間を作って次の自分の時間を作ってポジショニングのっていう風に判断しますね。この判断も大事ですか？大事ですね。早くって自分が強く。そうなんですよ。何でもいいから力を出そうみたいな風な感じになってしまうと場面によってはカウンターみたいになってしまいますし、そこの辺の自分が動かされた時に相手のポジションっていうのもボールを見ながらもある程度こう感覚的に見ておくっていうところが必要ですね。広い視野がやっぱり追いかけながらもこっちを見てる感じがある。そうですね、はい、もうほぼ残像かもしれないんですけどこうやって集中した瞬間に見えてる感じの範囲っていうのはある程度限られてるから。そうですね。あとちょっと一個質問が、はい、バックのこのハイボレー、はい、今みたいなボールがやっぱりスピードに打つのがちょっと難しい、うん、方がご質問で、うん、どの辺を修正すればやっぱもうクロス、ストレート体の向きっていうかもう入り方、はい、結局そこで調整しないでインパクトのところだけで調整していることによって正しい体の使い方っていうかボールに対しての例えばこう自分のストレートに打つ形逆クロスに打つ形クロスに打つ形っていうふうに最初の基準に対して狙うコースにどういうふうに体が向いてラケット面が作れてるかっていうところを考えていただければ。でもそのとっさの感じっていうかまずはその今のスタンダードな基準がご自身の中であるかどうかっていう。だから結構背中を本当に向けるような感じでストレートなのかなって。極端にそういう一概にも言えないじゃないですか。例えばこうやって向きすぎてたらこうやって打点がバランスが悪いみたいな感じのところもあれば、だからまず自然に例えば、まあ、バックのスライスでもいいですけど普通にストレートに打てるような感じの感覚の角度であったりそれはそれぞれの感じでコツは違ってくるのかなと。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この先行のコートで、はい、佐藤さんのレッスンをマンツーマンで受けるというサービスもありますので、はいはい、ぜひ気になった方は概要欄から貼っていただいて、もどんなリクエストでも大丈夫ですか、ね、はい、はい、もちろんです、はい、年齢、性別問わず、はい、やりたいテーマをしっかりやりたいという方は、はい、もう場所もボールも用意してあるので、はい、はい、ぜひ。なんか佐藤さん、なんですけど、はい、例えばまあ普段のスクールだったり仲間との練習だったりっていうところで、やっぱなかなかこう悩みが改善されない方っていうのがいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方に向けても細かい、まあ、僕はこう皆さんの見たまんま、印象をお伝えしてそれに対してこう修正していくポイントのコツっていうのをお伝えして分かっていただけたらと思うんで、ぜひこの機会を活かしていただきたいなと思います。はい、ぜひ皆さん概要欄チェックしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。